どうも、こんにちは。こんにちは。今日は、うかいさんとダンさんでお届けしますので、よろしくお願いしまよーろす。しくお願いします。今日ご紹介いただける内容、お聞きしてもよろしいでしょうか。今日は、ジョータローの、カゴバッグをご紹介したいと思います。悩んでますね。結構ね、着物に限らず洋服でも持たれる方、非常に多いと思いますし、季節感もすごく出ますので、技術的にはおすすめですね。ジョタロウのカゴバッグの特徴ですけれども、こちら作っていただいているところが、校長生、小菅さんという、老舗の、竹細工をいろいろ作られているメーカーさんで、創業も、1898年で、もう100年以上続いている老舗さんに、お作りいただいている品物なので、本当に作りもしっかりしています。で、ジョータロウでは、この巾着の部分ですね。が、ジョータロウのオリジナルの、織の生地と、あと、こちらは染めの生地。じゃあ、染めでね。を作ってまして、で、お色の方も、お色というか、カゴの色ですね。この色も、茶色と黒の2種類を作りしているのと、あと、この中でもサイズが、大きいのと、本当だ。M サイズと L サイズなるほで2ど。種類ありますのご用意されてるところですね。で、皆さんの持ち物の要領とか、大きさの、お好みあると思うので、このあたりで選んでいただくかなと思いいいまですね。今なんかね、持ち手とかもこれ革ですかね。す。よくお気づきいただいきや、ましなんた。か違いそうな感じで、ちょっと感じたんですけど。そうなんですよ。これやっぱり、革になってることで、やっぱ手の馴染みがいいですし、ここもね、竹のものとかもよくありますけど、それに比べると本当フィット感もあるし、すごく触り心地がいいですね。本当、お洋服でも合いそうだそうし。なんですよ。結構腕にかけたりとか確かに。もするので、この時の当たりもとても柔らかいですから、この当たりもすごく使いやすいところのポイントですね。いいですね。あとやっぱり一番最初に分かるのはこの光沢感。もうこれ滑らかな感じで、スムーズなので、お洋服傷めにくいっ確ていう特徴があります。かに。いいこれです。嬉しいポイントなんですけど、結構ね、サボっていうと引っかかって、あっとか、いやりや、やっがちゃっち。たみたいな、な感じによく聞くんですけど、そう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 、なりますけど、そのあたりはね、安心して使っていただけると思いますし、結構、あとこポのイン四トで隅、ね。やっぱりここら辺からね、傷んできやすいところなので、補強もしてあって、かつこの色にしてるのも上太郎先生のこだわり。そうなんですね。通常だとやっぱ馴染みのいい色を合わせがち、確かに。一般的にはそうそですういうよのが多ね。いんですけども、ここをあえてこういう色にするっていうのは上太郎先生のこだわりなんか、だ目そう引きです。ますね。そうなんですよ。あと、そこの部分もしっかりと、補強で竹が入ってますので、結構荷物入れていただいても大丈夫です。今ね、ちょっと振りがあったのでね、実際、カゴの中にも荷物入れてどれぐらい入るかみたいなところをね、事前にご用意いただいたとあら、本当いうですね。容量も本当結構しっかり入って、ペットボトルもね、300ぐらいのサイズ感とかも入りますし、あと長財布、あと、化粧ポーチだとか、ポーチ系、あと、本当にスマホも入りそうですまよすね。し、ハンカチ。翔太郎アイテム続々と。センス。確かに。お着物宣と伝ね。みたいな。それ以外にも、まだ全然余裕があるので、すごく入ります。確かにこの M サイズでもこれだけ十分入りますね。し、もっと荷物が多いのとかっていう方であれば、L サイズの大きい方とかもありますいいのですで、ね。あとこの巾着、今流れで、実は、うちの巾着は止められてるんですね。で、このおかげで、なんていうんですか、荷物の出し入れがすごくしや楽。すい。結構巾着ってこう、出てきちゃうと、なんかいろいろ詰めにくいとか、扱いづらさが、個人的にはすごくあるので、縫い止められてる方が、いろいろと便利かなと思いますね。あと、ここのお紐も、滑りがいいように、ちょっと素材にもこだわってたりしますので、ぜひ、ちょっと実際に、ね、開け閉めしていただければなと思います。あと、中も、ちょっちょっとともご紹介向けられまします。すができればなと思うんですけど、ポケットも実は一つついてまして、中に。ミニポケットがついてるのと、
あと、まあ、丈太郎のオリジナルっていうのと、あと、校長祭小菅さんの手作りということで、はい、ちょっとダブルネームの。あ、入ってるんですね。はい、ロゴも入っておりますので。いいですね、ちゃんとしっかりコラボっていう、うん、はい、ことが、一目瞭然でございます。彼の形で。はい。実際に持つと、黒の、うん。カゴバッグだと、ちょっとモード感がある。はい。かっこいいか、かっこいいね。そうですね。はい。で、茶色の方は結構こう上品な感じで、うん、柔らかい雰囲気になりますので。そうですね。これ L サイズのタイプがこんな感じですね。はい、ね。で、まあ M サイズだと、これぐらい。ね、小ぶりも小ぶりで可愛いですよね。そうですね。ちょっとしたお出かけとか。うん、そうなんですね。やっぱ、持ってみると軽いですね。めちゃめちゃ軽いんです。めちゃくちゃ軽い。はい。結構作りしっかりしてますけど、本当に軽くて、持ちやすいので、まあ、着物に限らずですね、お洋服でお使いいただくと、まあ、季節感も出ますし、持ってこいです。ぜひ。ありがとうございます。あと、カゴバッグの、ちょっとこういうタイプもありまして、うん、ちょっと巾着形式ですね。いいですね。上の部分が、まあ、先ほどと同様で、丈太郎のオリジナル生地で、はい、下が、校長祭小菅さんの、うん、竹の、カゴになっております。サイズもだいぶ小ぶりですし、男性が持っていただいてもかっこいいです。うん、特に女性男性とかないユニセックスな雰囲気になりますの で、ね、うん、でこれも取り外しはできるみたいです。いいな。巾着。かっこいい。はい。あとこれはシガレットケースっていう一応名前で出してるんですけど、うん、まあ小物入れですね。はいですね。ね、本当にこの子だけちょっと色がちょっと、はい。うん、濃いめだったり、はい、ちょっとなんかこう使用感があるような、あえてテイストにしてお作りしております、うん、こんなアイテムも実はあったりするんで、数がかなり少ないので、うん、結構レアです。スノコモのね、意外とね、うん、季節もと思いながらも結構見させていただくと本当になんか丈太郎さんらしいニュアンスのものなので、お洋服でね、比較的長い季節使えそうな感じも受けたので、結構使えると思います。カゴバッグいいなぁ。あと、丈太郎スタッフの一押しというか、最後にね、お二人の。はい、アイテムですね、はい、まあ。このキラキラ感がやっぱり丈太郎らしい。多いですね。こう、本当実際に実は半幅の帯の生地でもあったりするので。そうなんですね。はい。めちゃめちゃかっこいいですし、うん、あと私、青がやっぱ好きなんで、これちょっとこうポイントになってる青。で、ベースが黒なので、もう洋服で持っていただいても素敵かなっていう。いや、着物と今日すごいぴったりな。ありがとうございます。ね、帯の感じとね、ちょっとその、ニュアンスも、色味も。ね、締まる感じで。ね、いいですね。かっこいいですよね。向井さんの一押しでございました。一押しです。次、ダウン。いきます。はい。私、ちょっと先ほどもご紹介したこちらなんですけど、うん、私的には、サイズ感と、持った時に、こうやって持って、さらっと持てる感じ。どっちかというとメンズライクな方が好きなんですけど、うん、こうやってさらっと持って。で、実はちょっとラメ感があって、この中柄が、まあ、鱗なんですけど、ね。はい。一応店舗でも当然お取り扱いありますけど、ね、はい、一部ウェブでも公開されてるっていうことなので、はい、ぜひ動画の概要欄でちょっと記載してますので、合わせてチェックいただければと思いますので。はい。はい、ぜひご覧ください。向井さん、ダンスありがとうございました。ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。お願いします。